はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回も動画の方をやっていきましょう。ということで今回はですね、まあね、あの題名にもある通りロスタイムですね。これについてちょっと話していきたいというかね、あることをちょっとやっていきたいなということで、まあ皆さんね、あの一度は経験あるとは思うんですけど、ロスタイム、まあこれはね、皆さん経験したというか、まあウィリアプリ試合やったら絶対にほぼほぼね、あのあるという、こうロスタイム、じゃあ5分と、あ45分で、まあ5分だったら50分までみたいな感じ、ある程度目安。ただね、ウィリアプリだとロスタイムってなんか終わんないんですよね。相手陣地に例えば攻撃とかねしてると、なかなか、逆に言うと守備側はね早く終わってほしいなって勝っててね、なのになかなか終わんないと、結構長引いたね経験あると思います。で、今回ですね、ワンチャン相手陣地今後深くめちゃくちゃいたらね、ロスタイム終わんないんじゃないかなということで、今回ですね、はい、ここ、はい、ここですね、もうここにここにですよ、ずっといたらね、まあだからずっとはいなくていいんですけど、あの45分ぐらい、まあ前半だったら45分かな、あののところらへん付近でここにもう突っ立っとくと。そしたらね、ロスタイムめちゃくちゃ長くなるというか、終わらないんじゃないか説。もう軽く何十分とか行くっていうレベルね。普通の現実サッカーでね、ロスタイムがめちゃくちゃ伸びちゃったらね、何十分、まあ、10分とか20分とか、そんなロスタイムはね、今まで見たことがないですけどね。なんだかんだ話してたらもうこの時間になっちゃったんで、こっからですね、勝負は。勝負はというかね、もうどんくらい行くんだろうっていう。今まで自分が最高、自然な形でやっても90、あ、40、まあ、9分とかね、50分たまに行って、お待って、ロスタイムゼロ。で、どうなる？はい。おおちょっと待って、ロスタイム、プラス0分なんですけど、結構進みますね。やはり相手陣地にいるとこれ、長くなるのかな？どこまで行くんだ、これ。もう50分突破。いや、これ、現実サッカーだったらありえねえよ、これ。やばいっすね、これ。ちょっとぜひね、皆さん、まあ、予想してください。これ何分ぐらいまで行くのか。はい。だから今までなんかウィリやっててね、なんかその相手陣地に行くと、結構ロスタイム終わんないというか、本当にそれが多かったんでね、逆に相手陣地でここめちゃくちゃ踏み込んだ位置いたらどこまで行くのかっていう。いや、もうこの時点でロスタイム、45分からなんでね、一応。後半、前半後半45分、45分なんで、もう15分経ってますからね、これ。現実の方の、あれで言うと、数字はね。15分間ロスタイムするとか聞いたことないな。いや、これワンチャンずっと行くんじゃねえの、これ。ワンチャン、これ終わんねえぞ、これ。やばいな。てか、ロスタイムだけで、後半分までワンチャン行ったりして。どんくらいまで行くんだろう、これ。終わんなかったらもう超カット入るよ、これ。900分とか行ったらどうする？前半で100分とか行ったらもうやばいよね。さあ、ということでどうなるんだ、どこまで行くんだ、これは。もう北沢さんとジョン・カビラさん解説すらしてないですけどね。はい、ということで、どうなるどうなる、まだまだ行きますよ。72分突破、やべえ。これ90行くぞ。すごい。すごすぎる。やばいよ、74。え、待って、これでもう45なんです。え、ちょっと待って、終わった？今何分で終わった？75ぐらいかな、74か75ぐらいで終わりましたね。はい、ということで、それでも、まあ、30分ぐらいはロスタイムしてることになるからね。いやー、ということで、とりあえず1本目というか、前半のまあ固まるバージョンで、1本目が、ロスタイム30分ぐらい、75分ぐらいまで行きましたね。はい、ということで、まあ、後半のね、止まるバージョンもちょっと行きたいんですけど、まあ、皆さんね、どんくらいまで最高行ったことあるかな、ロスタイム。うん、今さっきは一応相手のゴールエリアね、ここ。ここね。ここの中にいると、ロスタイム30分でしたね。やべえな、ロスタイム30分って。
いやー終わらないかなって思ってたんですけど、これコナミさん設定してあるのかな、多分さすがに終わる時間は。ということでね、ちょっと後半の方はねカットしていこうかな、80、まあ、90分付近までちょっと待ちたいと思います。はい、ということでね、そろそろ90分来ますよ。試合終了時間ですね、ここ来るんですけども、ロスタイムがここで何分ぐらい課されるかということで、ゼロですね、先ほど同様。ただ時計は進む、審判止めない試合を。さっきが一応30分ぐらいロスタイムいったのかな、45から75なんで、そうですね、30分ぐらいだから、こっからまあ30分で120ぐらいまでが一応目安になるのかな。いやー、ただね、確かにロスタイム、まあね、45分前半後半分ぐらいね、まあ、ロスタイムだけでやっててもやばいけどね、よく考えたら。さあ、ということで、これはどんくらいまでマジで、あのロスタイム、まあさっきがね30分ぐらいだから、それ以上行った人いたらね、ぜひちょっとまあツイッターとかで教えてほしいですね。もっとこのゴールペナルティエリア内にいてもね、多分進むと思う、今後同じぐらい行くと思うんですけど、ここゴールエリアに今回踏み込んでるんで、ゴールエリアまで踏み込んで、かつですね、やばいなもうこれ見に来てるお客さんちょっとかわいそうというかね、こんなねロスタイムのあれにもなって、ずっとゴールエリアで固まって、キーパーもこうなんかね両手を地面にかざすわけではないけど、こうしながらねポジショニング取ってますけど。さあ、ということで112分なんだかんだ話してたら来ましたね。ね、一応30分さっき言ったんで、ロスタイム120でこれワンチャン終わるかもしれないですね、先ほど同様のあれなら120ちょいぐらい。さあ、どうなるか。これもう、てかこの時点でやべえよ、120分ってもう違う試合ですからね。これもう45分ロスタイムだけで前半分とかそんくらいいってるからね。さあ、どうなる。ああ、さあどうなる。やっぱり30分か。じゃあこれロスタイム永遠に行くかと思ってたけど、これ30分説濃厚ですね。はい、ということでね、2試合目こちらですね、もうすぐ45分になります。でね、2試合目は、まあ、これ前半の分なんですけど、まずドリブルをねずっと、まあ、今さっき1試合目はね止まった状態で、一応ロスタイム30分ぐらいまで行ったんですけど、これ2試合目行きましょう。OK、 来た来た。ドリブルをねずっとしておいて止まらない状態でいるとね、まあ、どんくらいまで行くのかと。先ほど同様の時間であれば一応75分かな、30分ロスタイム、さっきあったんで止まってる状態でね、まあ、ゴールエリア付近、まあ、ペナ内いたらね、だからどうなるのかなっていう、まあ、今回はドリブルをし続けます。基本的には動いた状態ですね、まあ、この回転切りが一番いいかな。だから止まる状態を作らないとこんな光景も異様ですけどね、異様な光景ですね、本当に。実際のサッカーでこんなずっとペナルティエリア、相手陣地のペナ内とか、まあ、ゴールエリア付近でね、回ってる人いたらびっくりしますけどね。さあ、止まらないぜ、俺は。いやー、これで75分止まっちゃったら、ほぼほぼもう確定なんだよな、どういう状況でも。一応、ロスタイム。あー、ということで、これはまあドリブルをある程度、まあ選手動いていても75分で終わるのかな。いや、それでもすごいけどな、ロスタイム30分って。はい、ということでラストね、後半の分の、ロスタイムのところね、まあ、90分からもうちょっとねやっていこうと思います。いきます。ということで来ました、0分。さあ、今回もねドリブルをやっていこうかな。この中でもうほぼほぼねほぼほぼロスタイム30分って決まりましたけど、やっぱ動いてるのとあれと変わんないのかな、そんなに変わんなさそうだな、なんか。さあ、120いった。あー、という
ということで、やはり120が限界でしたね。だからまあロスタイム、一応2試合分やってね、止まってる状態、そしてペナ内でドリブルした状態で、まあ相手陣地深く、行ってると、ロスタイム30分が限界かな。はい、ですね、これ以上140分とかね、150分とかロスタイム、まあ含めてですね、合計の時間に行ったっていう方いたらね、ぜひ、まあコメント欄で見て教えてほしいですね。はい、ということでね、今回は皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左のボックの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。